どうもおはようございます、春菜ラジです。今日1月9日の朝なんですけども、動画回します。こちらアトランティックターポン、もうギンギラギンですよ。もうギンギラギンにさりげなくないっていう感じです。もうね、かなり、まあ、底面ね白っていうのもあるんですけど、かなりギラついてます。で、今ねヤフオクに出品してるんですよ。で、1月9日の朝ね、この動画アップしてるんですけども、終わるのが1月9日の夜9時くらいということでね、まあお知らせです。まあ、よかったら購入してくださる方見つければいいなと思いまして動画アップしてもらって、サイズなんですけど約20センチですね。まあ、水槽がですね90センチ水槽の奥行き45くらいの水槽、あの規格水槽なのでね、まあ、そこであのサイズ感じていただければなと思います。まあ、おおよそということでよろしくお願いします。で、人工飼料をね、食べます。一応乙姫 EP6 も食べるんですけど、今これ落としてないキャットですね。あと EP2 とかもあげたりしてます。まあ欠点としては顎をなんか吸ってるのか、そういうのがあるのか、ちょっとね顎の一部ちょっとなんかコブみたいな、おできみたいなのあるんですけども、そんな感じですね。あと根営業、今映ったのがシクリット、パロットとかにねちょっとつつかれたのかね、ちょっと鱗が何枚かすれありますので、ちょっとねあのこの動画の後にパロットとかセベラムを他の水槽に移動しました。今ねカイアンとネオケラと泳いでますので、まあ、カイアンとネオケラはそんな強い攻撃することないんじゃないかなと思うんですけども、まあ混泳中ということで多少のねスレや、ご了承よろしくお願いします。まあ餌ねしっかりと与えて管理してきたので、まあ体高も結構あるんじゃないかな、まあ痩せてない個体だと思いますので、まあ、見てね気に入った方いましたら、これかなり大きくなるかなり大きくなる大型魚ですので、でまあね、あのギラギラしてるんで、本当にあのルアーみたいにギラギラしてるんで、体力がアロワナとかねサイズちょっと気をつけないと攻撃されちゃったりもねするので、そこはね混泳は、自己責任で注意の方よろしくお願いします。はい、というわけでして、まあ画像だけじゃなくてね、まあ、YouTube の方でもこうやって、出品物をアップしていきたいなと思います。そうですね、ちょっとまあ他にももっといろいろね出していく予定だったんですけど、ちょっと今日、今週間に合わなくて、今週はアトランティックターポンだけになりますが、またいろいろと出て、出品していく予定ですので、ぜひねあのアロ78のオークションチェックよろしくお願いします。というわけで、他にもなんか気になることあれば Twitter、Instagram の DM ください。それではよろしくお願いします。アロナハチでした。